レアード当ててない。そう、ウィーラーなんかスキップしたら出たんですよ。ゴールドスキップしたら。レアードがいなかったらだいぶ変わりますね。うん、まあそうっすかね。総力支援あるんで、総力がまあある方なんで、ダイソー出さなく、ダイソー出さなくて済むんで。よし、やっていこう。8って明日か。マルティネス。ああ、なるほど。ちょっとそこは難しいっすな。多分本気でやったらレート3000近くいくんじゃないかな、このアカウントでも。多分ミート打ちで打ってくる方が多いと思うんで、まあ低め中心の配球なんですかね。相手がミートかミートじゃないかっていうのをまあ見極めた方がいいですね、早めに。結構あれミートで打てるんで。でもミートじゃなかったら、もう多分抑えようがない。難しい。ボール。第2球投げた。インコース見送っています。第3球投げました。ああ、まあ確かにそうですね。制球 S です。 S だ。第4球投げた。強烈な当たり、右中間への当たり。アキアもでもね、頑張れば打てるんですよ。ノリモトが来ないんですよ。どのノリモトも来ないんですよ。あれミートじゃ、あれ反応打ちじゃ打てないんで、狙っていかないと無理なんで、そこがきついんですよね。アウトコース見送ってボール。2アウト、ランナー1塁。第2球投げた。豪快なスイングは空振り。第3球投げた。見送ってボール。第4球投げた。思い切って振った。追い込みました。投球、今度が5球目。第5球投げました。低め見極めます。フルカウント。ちょっと今日いっぱい動画撮りたいから早めに今日終わる。第5球投げました。これはボール。フォアボール。いっぱいちょっとそんな撮る動画ないんだけど。ランナー2塁1塁。打席には5番バッターが入ります。さすがに YouTube 全然動画出してないから、それに出さないで。はい、決まった。ジャイアンツチャンスを迎えています。第2球投げました。低め見送ってボール。先制のチャンスを迎えているジャイアンツ。第3球投げました。大きな当たり。入るんそれ。マルティネスまたやったな、コム戦相手に。
内、打球はセンターへ。外に送ってもジャイアンツチャンスを迎えています。第2球投げました。アウトコース見送っています。ツーアウト、ランナー二塁一塁。第3球投げた、痛烈、センターへ持っていった。二塁ランナーは三塁を回った。まあ1点ぐらいいいや。タイミング早かったのか。第2球投げました。打った。サード取ってアウト。ボーダーはまあだいぶ良くなりましたよ。あとショートなんですよね。第2球投げました。強烈な当たり。ショートフライ取ってスリーアウト。この試合はコールドゲームとなりました。さあブラックパック。スキップしようかな。いや、やめとこう。ほら金三枚。そう出たらやばいんですけどね。ボックス回復しようか迷ったんですけど、結局やらないことにしたんですよ。はい、いらない。え？今画面見てなかったんですよ。でバコン言うたんで何かなと思ったら SS 出てました。しかも持久弾やば、俺はやばい。しかも持久弾やばっ。俺も対戦したことないからね、上原投手。嬉しいよ、持久弾だもん。持久弾の SS はほんと結構価値あるよ。やばパコン。そう、先発欲しいんですけどね。一回配信終わろうかな。さっきの部分ちょっと切り取って YouTube にアップしようかなって思うんで、そしたら多分再生数結構取れるんだあれ。一回終わります。